セオドアは人の心をもてあそんでやがる。会うたびに俺自身の悪夢を使って攻撃してくるんだ。彼らしいわね。神経言語プログラミングに精通してるのよ。ここでは言語は必要ない。心に直接入り込めるから会話する必要もないのね。俺も危ういところだった。だが自分の心の中に見つけたんだ。何をすべきか教えてくれる人をな。今度は奴と戦える。ええ、吹っ切れたみたいね。なぜわかる？そうか、チームの心理学者だからね。俺を助けなければエズメラルダは死なずに済んだかもな。自分を責めないで。助けようとした時少し話したの。計画のことを聞いたわ。成功してほしいって。助けるって決めたのは彼女自身。危険を承知で正しいと思うことをした。あなたに借りがあるって言ってたわ。借り？何のことだ。会ったばかりだぞ。家に火をつけリリーを連れ去ったのは彼女なの。ずっと罪悪感に苦しんでた。だからマイラと手を組んだ。そして命がけであなたを助けた。まさか。彼女を憎まないでセバスチャン。あの時は他にどうしようもなかった。罪を償うためにできることは全てしてくれた。憎んでなんかいない。命を懸けてくれた。もう十分だ。
さしく牙城だな。何が起きてるのセバスチャン。ステムがおかしくなってる。これまで以上に不安定だわ。それどころじゃない。あなたが何かしたのね。必要に迫られてしたことだ。きっとこれで全てを終わらせる。リリーを助けに行く。必要なものも揃ったことだしな。頼んだわよセバスチャン。あと連絡を忘れないで。何が起きてるか把握しておきたいの。できることがあるかもしれない。わかった。連絡する。主により我らは導かれ。主の炎はお前を燃やし尽くす。どこに行ったんだ。主のお召しを取るに値しない。主の炎に抱かれよ。
導かれ。主の炎はお前を燃やし尽くす。主のお召しを蹴るに値しない。あるじよ、申し訳ございません。見失いました。主の炎はお前を
申し訳ございません。見失いました。ホテルは問題ないぞ。ユキコ、装置の方はどうだ？これよ。なんだ？携帯型の安定化装置よ。オニールはああなる前にこれを作っていたみたい。これで小さいエリアを安定化できる。きっと炎を避けられるわ。小さいとは？拠点くらいの大きさね。身を守るには十分だ。よし、操作方法は？そこが問題よ。試作品だからちょっと不安定なの。私が操作するわ。炎の壁の真ん中で故障したら最悪でしょ。だが連れて行けない。危険すぎる。あなたが中に入れなかったらここも危険になる。隠れるのはもううんざり。この状況を切り抜けるには協力するしかない。これがリリーを助ける唯一の方法よ。それに精神分析が必要になったら。他に誰かいる？
説得の仕方を心得てるな、ユキコ。もちろん。心理学者だもの。そうだな。準備が必要でしょ。終わったら声をかけてね。